次に木村良太議員の質問を許可します。木村議員。皆さんこんにちは。一般質問の機会を与えていただきましてありがとうございます。今回の一般質問26人中18番ということで、まあ、半分以上の議員の方が質問されており、若干重なる部分もありますが、私なりの観点で、通告に従って順次質問をさせていただきます。まず、技能労務職の在り方についてお伺いします。この件については民間との給与格差が最大 2.19 倍と大きすぎる、また新しい給料表が導入されたにもかかわらず職務職責との整合が図れていないという趣旨で何度か質問させていただいており、この度部の運営方針において行政改革部では技能労務職等の配置基準の見直しを行うと掲載されており、技能労務職員が実際に所属している事業部の業格プランにも掲載がされております。それではこの在り方の議論はどのように進めていかれるのか、現在の進捗状況および今後のスケジュールをお伺いします。続きまして土地開発公社の経営健全化についてお伺いします。先日の総務委員協議会にて枚方市土地開発公社の経営健全化に関する計画書案が提出されました。その内容としては5年以上保有している土地、いわゆる長期保有地の縮減を目指す内容だと理解をしております。その経営健全化計画の中で昨年12月議会で質問をした当初の施設整備のめどがなくなった仮称北山社会教育施設用地についても挙げられております。具体的には平成27年度までに方針決定、27年度以降に処分と記載をされております。当該用地の方針の決定過程についてはどのように考えているのかお伺いをいたします。続きまして私有財産の有効活用と市の課題への取り組みについてお伺いをいたします。私有財産の有効活用に関する基本方針を策定し、施設白書作成に向けて進めているとのことで、この全体の流れは次世代のためにもぜひとも着実に進めていただきたいと思っております。そういった全体の流れとともに、すでにパイロット的に有効活用を進めている事業があると認識しております。北部別館用地活用がそれに当たると思われるのですが、確認も含めてどのような流れであの土地が有効活用にされるようになったのか経過をお伺いいたします。続きまして総合文化施設の整備について伺います。総務委員協議会にて総合文化施設整備計画の中間報告がなされました。しかしその中でアンケート結果の報告もありましたが、席数を何席にするのかのような質問項目に終始しており、大きい視点が抜け落ちているように思います。まずは改めてアンケートの目的と、なぜ施設の使用だけのアンケートの範囲にとどまっているのか、その理由をお伺いいたします。続きまして仮称枚方市市民まちづくり基本条例についてお伺いします。これまで数度にわたり委員会として審議をされていたときから条例の審議会の傍聴をしてまいりました。しかし議論の方向性、条例の方向性が見えてきません。当初の議論ではこの条例の目指すべき方向性や目的についての議論があったように思いますが、いつの間にかそのような議論もなくなり、過去に策定を進めていた市民参加推進条例案を叩き台として検討を進められております。この条例は何を目指しているのか改めて伺います。以上で1回目の質問を終わりとさせていただきます。奥行政改革部長。1、技能労務職員の在り方についてお答えいたします。技能労務職員の配置基準の見直しにつきましては、現在技能労務業務の業務の種別ごとに市民生活におけるセーフティーネットの確保や業務の効率化などの観点から検証を行うため作業を進めております。今後この結果を取りまとめ、今年度中に集約するとともに、職員定数基本方針の策定におきましても、一定反映してまいりたいと考えております。北村財務部長。土地開発公社の経営健全化についてお答えいたします。仮称北山社会教育施設用地につきましては、土地開発公社の経営健全化の観点から、枚方市土地開発公社の経営の健全化に関する計画の進行管理を行う土地開発公社経営健全化対策検討委員会において、
行政目的や事業化方針について検討を行っていく予定でございますが、さらに平成27年度に策定を予定しております私有財産等の有効活用計画の検討の過程におきましても、公社保有地を検討対象としておりますので、その面からも対応を考えてまいります。次に私有財産の有効活用と市の課題への取り組みについてお答えいたします。私有財産の有効活用への取り組みをより一層推進していくという観点から、従来より実施している未利用地の有効活用に加えて、行政目的に供されている私有財産についても、その余裕部分について積極的に有効活用を図っていく取り組みを推進しているところでございます。その具体策として、北部別館用地について有効活用の推進を担当する財務部と、当該用地を所管する土木部などの関係部署が、面積や立地条件などさまざまな角度から検討を行い、有効活用を進めることとしたものでございます。岸政策企画部長。4、総合文化施設の整備についてお答えいたします。今回のアンケートは、総合文化施設の諸施設の使用を検討していくにあたり、ホールの席数など施設の規模を確定する必要があることから、改めて利用者や市民の皆さんに施設規模や付帯する施設機能を中心としたアンケート調査を行ったものでございます。このアンケート結果や従前計画の内容等も踏まえ、総合文化施設に求められている施設規模や施設機能を整備計画に反映させていく考えでございます。佐藤市民安全部長。仮称枚方市市民まちづくり基本条例についてお答えをいたします。この条例につきましては、これまでも条例の目的や定義などの議論が進められておりますが、市民参加推進条例案につきましては、議員お示しのようないつの間にかということではなく、第1回の審議会において従前の市民参加推進条例案の策定経過を踏まえ、これを参考として議論を進めることが確認されたものでございます。また審議会で議論されている条例の素案では、市政におけるさまざまな場面に市民が参画し行動していただける仕組みを整えることを目的とする市民参画共同を主眼としたものに集約されております。木村議員。それぞれにご答弁いただきましてありがとうございます。それでは技能労務職のあり方についてから順次再質問をしてまいります。まず技能労務職のあり方についてですが、先ほど年度内に配置基準の見直しを行い、その内容を職員定数基本方針に一定反映していくとのことです。その方針に基づいて作業計画を立てていくことになると考えておりますし、年度ごとに必要な採用人数を明確にしてから採用を行うべきで考えております。しかし一方、平成17年4月以降7年間凍結していた採用を再開し、平成24年度が作業員が4名、調理員が3名、平成25年度が作業員が6名、調理員が6名というふうに採用をし続けております。このようなやり方は進め方がちぐはぐであります。さらにゴミ収集業務の民間委託においては、平成24年度までを期限とした構造改革アクションプランが未達成でした。もっと民間委託を進めるべきであったにもかかわらず、一方で職員の採用を再開している。やるべきことをやっていない中で職員が足りないというのは説明不足であると言わざるを得ません。道理の絡った人事政策を進めていただきますようよろしくお願いします。次に、給与制度の面からお伺いをいたします。現在本市の清掃職員については、収集時の現場における市民対応やゴミ置き場での違反ゴミ不法投棄の対応、生活道路における機関箇所のパトロール等を必要に応じ行うとともに、収集業務終了後にはゴミ置き場利用世帯へのゴミ出しマナーの周知啓発や巡回パトロール等を行っており、そういった啓発やパトロール以外にも収集運搬にかかるデータや運行記録の入力などの事務作業や翌日の業務準備も行われているとお聞きしております。これらの業務は現在は行政職給料表の適用を受ける職員が行っておりますが、将来的には近年入職された技能労務職の給料表の適用を受ける職員についても、このようなごみ減量の啓発活動やパトロールの業務などにも携わってもらう予定であるとの答弁を以前にいただきました。
そうなれば行政職給料表と技能労務職給料表のそれぞれの違う給料表の適用を受ける職員が今後は同様の業務を行うことになります。このような状況は職務職責に応じた給料表の観点から考えた場合不整合が生じていると言わざるを得ません。つきましては現在の技能労務職員の在り方の議論をする際にこのような不整合が生じることなく各職員が職務職責に応じた給料表の適用を受ける市民から見ても納得していただけるような形にしていくというようなお考えであるのかお聞きいたします。長澤総務部長。現在現業職場に従事する行政職給料表の適用を受ける職員につきましては一定事業にも携わっていること、また行政職員と同様の昇格ルールによって現在の職に任用していることから行政職給料表の適用をしているところであり、給与制度上は一定の枠組みにおいて整理を行ってきたところでございます。技能労務職員が現に従事する業務につきましては給与制度上の職務職責との整合が図れるよう業務内容を精査し万一不都合が生じている事例があるとしたならば一致できるよう必要な見直しを講じてまいりたいと考えております。木村議員。今回は今後の議論の中でより具体的に業務内容の精査をしなければならないと思われる部分をお伝えいたしましたので、その点も含めてしっかりと給与制度上の職務職責との整合を図り業務内容の精査を行っていただき道理のかなった市民にも説明責任の果たせる措置を求めておきます。では次に土地開発公社の経営健全化について再質問をしてまいります。仮称北山社会教育施設用地について現時点では社会教育施設の建設計画はないとのことですので現在の状況など地元への説明についてはどのように考えているのかお伺いいたします。西口社会教育部長。はい。仮称北山社会教育施設用地につきましては私有財産等有効活用検討委員会で活用を検討してまいりましたが現時点では地元にお示しできる活用方法は見出しておりません。引き続き有効な方策を検討してまいります。木村議員。有効活用の方針が決まるまで地元への説明はしないというような趣旨だと思いますが27年度の方針決定という今の計画でしたら少なくとも1年以上は先にならないと活用方針が分かりません。同時並行で地元への説明も進めていってはいかがかと提案をしておきます。部署同士での、譲り合いの議論もあるのかもしれませんが主として責任を持って進めていただきますようよろしくお願いいたします。続きまして私有財産の有効活用と市の課題への取り組みについて再質問をしてまいります。北部別館用地の活用については今後有効活用を進めていく上で他の私有財産についても同様に考えまた実践されていくことになると思われますが念のため確認をいたします。北村財務部長。はい。昨年度に策定をいたしました私有財産等の有効活用に関する基本方針におきまして有効活用の基本方針の一つとして当初の目的や機能の見直し他の施設との複合化なども検討することとしているところでございます。木村議員。当初目的や機能の見直しまた複合化なども今後は検討していくとのことです。国の補助金を受けて整備した施設については補助目的以外の用途に変更する場合は国の承認を得なければならないとか補助金を返還しなければならないなどの制約がありましたが補助金の返還等に対する緩和策が実施されているともお聞きをしております。そのあたりも今後取り組まれる有効活用にも影響があるかと考えておりますが見解をお聞きいたします。北村財務部長。はい。平成20年に補助金等適正化法の運用が見直され国の補助金を受けて整備した私有財産の処分に関する承認基準が緩和されております。今後施策書を作成するためにさまざまな私有財産に関する情報を収集することとなりますのでそれに合わせて補助金に関しても適切に対応しながら有効活用を検討してまいります。木村議員。
はい、私なりにこの間の質疑の中でですね、私有財産の有効活用の市の考え方について、今までは空いている私有財産をどうすれば有効活用できるのかといった考えから、今使用している私有財産であっても一定のスペースを作り課題解決をしていく有効活用をしていくというような考え方に向かっていることだと理解をしておりますし、またそのような考え方は評価ができるものだと考えております。そこで枚方市においてさまざまな課題がありますが、最重要課題としてやはり待機児童の問題があると考えております。前年度の年度当初に比べればだいぶ減ったものの、まだ市長が公約で掲げている待機児童は達成されていません。市が進めている既存の取り組みについても一定は理解をしますが、待機児童の解消には抜本的に保育所の定員を増やす必要があります。さらにその速度を上げるとともに、少子化の時代にあって今後の保育事業にも柔軟に対応できる手法として、私有財産を有効に活用すれば早期に課題解決がしていけるのではないかと考えております。一定余裕のある他部署が所管する施設への保育所への活用についてはどのように考えておられるのか、子ども青少年部長にお伺いをいたします。水野子ども青少年部長。はい、本市における待機児童対策といたしましては、これまでから枚方市新子ども育成計画後期計画に基づき認可保育所の定員増を基本に取り組みを進めておりますが、その中で平成23年度から緊急対応策として近夜保育所の分園を実施するため、公立の公立幼稚園の余裕保育室を一部整備し活用しております。また現在公立幼稚園の再配置に伴い平成27年度から閉園となりますくずは南幼稚園など2園につきまして、保育所への活用に向けた検討を進めているところでございます。今後も平成27年度からの国の制度改正に基づき新たに策定します仮称枚方市子ども子育て支援事業計画の審議会や関係部局と連携した町内委員会などにおきまして、さらなる待機児童対策の検討を進めてまいりたいと考えております。木村議員。今後も平成27年度からのということでありますけれども、平成27年度からの計画の対応であれば実現までに期間が空きすぎるのではないかと思っております。そのため審議会の検討途中であっても早期の待機児童の解消に向けて私有財産のさらなる活用を図り、定位増が実現できるよう担当部署が率先して取り組むとともに、また資産活用を推進する部署も含め全庁的に取り組みを進めていただきますよう要望をいたしておきます。また先ほどの仮称北山社会教育施設用地のように当初の用途がなくなった場合にどのようにしていくのか、またこれから市の課題解決のために私有財産全体を活用してどう解決していくのかといった部分は、どの部署が不利役を果たすのかといったところがまだ明確でなく、権限の隙間や、解釈によってはここまでやるが別の違う時には違う解釈をしてここまではやりませんといったような矛盾があるような気がします。町内委員会でというような話になるのかもしれませんが、ある程度責任は明確化した方がいいと思います。今の機構であれば私は市全体に関わることということで企画、もしくは空いている部分を活用するだけであったところから積極的にスペースを設けて働きかけるようになった資産活用、いずれかだとは思いますが、この部署や権限の問題についてはまた別の機会に改めます。続きまして総合文化施設の整備について再質問をしてまいります。アンケートの目的をお伺いいたしましたが、前段階の部分が何か抜け落ちているように思います。改めて総合文化施設を整備する目的は何なのか、また総合文化施設を市駅周辺のにぎわいの中心にしていこうとしているのか、それとも単に現市民会館大ホールが老朽化しているから建て替えなければいけない、そういった程度のものなの、そういった程度のものを考えているのか、見解をお伺いいたします。宮本地域振興部長。現時点におきまして総合文化施設のホールは、これまで市民会館に足を運ばれなかった市民や市外の人にも広く利用いただける施設とする考えで、歌詞館や市民の発表だけでなく音楽を中心にさまざまなジャンルのプロによる優れた企画公演の実施や枚方ならではの特色ある事業の創造発信に取り組みたいと考えております。こうした取り組みを行っていくため、コンパクトでありながらも高機能なホールを目指す考えでございます。
またホールに付帯して日常練習にも利用できるリハーサル室を設け、美術ギャラリーなども併設することで、絶えず人が訪れるにぎわいのある芸術文化の拠点として整備する考えで、これらについても幅広くご意見を聞いてまいります。木村議員。今回のアンケートの分析だけで、にぎわいの創出につながることは、つなげることはかなり無理があるのではないかと思います。にぎわいを創出するためには、それなりに集客力のある施設を組み合わせる必要もあるのではないでしょうか。またこれまで足の運ばれなかった市民の皆様や市外の方にもご利用いただくのが目的であれば、そのための別途調査が必要になると考えますが、見解をお伺いします。また別途調査を行うことを考えると、現在のスケジュールでは困難であると考えておりますが、合わせて見解をお伺いいたします。岸政策企画部長。枚方市駅周辺再整備ビジョンでは、総合文化施設を中心とした文化芸術拠点をはじめとする3つの拠点を新たに形成することにより、町全体にゆとりを持たせ、回遊性を向上させることでにぎわいにつなげるとしております。今後事業手法を選定していく中で、このビジョンで示す考えを踏まえながら、事業者から事業提案などももらえるような仕様について検討を行い、にぎわい創設についてはにつなげるよう努めていくとともに、整備計画案をまとめるにあたりましては、議員の皆様のご意見を伺いながら進めていきたいと考えております。木村議員。この総合文化施設については、概算ではありますけれども、土地で75億、建物で87億、合計162億、これだけの巨額を投じて整備する文化施設を単体で整備する今の考え方、またスケジュールは理解をしかねます。国のモデルケース事業の調査、それを南の方はされるということなんですけれども、その範囲を新町の方まで広げて調査をし直して、再度どうやったらにぎわいが出てくるのかを調査すべきではないでしょうか。またそれ以外の手法として、例えば佐賀県武雄市においては、ある企業は図書館とコラボレーションすることにより集客力をアップさせるとともに、全国的に PR ができたことで成功を収めている事例もあります。こういった先進事例を参考に、市長にはぜひともトップセールスをしていただき、市民が納得する事業展開を図ってもらえるように要望をさせていただきます。続きまして、仮称市民まちづくり基本条例について再質問をしてまいります。条例素案には、これまで条例で規定のなかった市民錯覚についての事項が含まれていることは分かりますが、共同についてはその定義はあるものの、具体例が示されているとは思いません。市民参画、共同のまちづくりについての事項を定めた条例であるならば、共同についての内容を審議し、またその内容も今後規定していくべきではないでしょうか。見解をお伺いします。佐藤市民安全部長。お答えいたします。市民参画と共同主眼とした条例草案となっておりますことから、これまで事例がありながらも、特に規定がなかった市民参画についてはその手法など一定具体的に草案に反映されております。一方、共同につきましては、今後条例の名称などとともに審議会の方でさらにご審議いただく事項であると考えております。木村議員。共同の部分に関しては理解をいたしました。それではちょっとまた別の方向からの質問になりますけれども、この条例の審議会においては、住民市民の定義についてかなりの議論を要しております。今後条例素案の中に外国人参戦権の規定は入るのでしょうか。見解をお聞かせください。佐藤市民安全部長。現在ご審議いただいている条例素案では、市民の定義については、市内に住所を有する者、市内の事業所に勤務する者、および市内の学校に在学する者を有としておりますが、住民投票に関する規定はございません。木村議員。住民投票に関する規定はないとのことですので、それ以外にも外国人参政権につながるような部分については、慎重にご議論いただければと思います。また、条例の素案、市民公益活動の定義として、政治的な要素のないこと、また市民公益活動の役割として、民主的な運営に努めるものとされております。民主的な運営や政治的な中立、一定の距離感ということについては、その通りであると思っておりますが、現在の航空コミュニティ協議会などで、現役もしくは OB も含めて市議会議員などが会長を務めていることはあるのでしょうか。
また条例には自治会も位置づけられるようですが、自治会が特定の候補者を推薦する行為はこれから策定する市の条例の趣旨に即しているのでしょうか。見解をお伺いします。佐藤市民安全部長。議員お示しの経歴をお持ちの広区コミュニティ協議会会長や自治会の会長はおられます。また審議会で議論されている条例素案の解釈について市の考え方を申し上げる段階ではございませんが、一般的には自治会は公益活動を行うことが目的である団体であり、政治的に中立であることが基本であると考えますが、具体的には自治会において十分議論されるべき問題であると考えております。木村議員。現状については把握をいたしました。この条例の趣旨にのっとると、この部分についても論点の一つにはなってくるのではないかと思いますので、ご審議いただければと思います。政治的に中立かどうかは自治会において十分に議論されたとしても、この条例に即していない場合はどのようにするのか、この点についても十分ご審議いただければと思います。でこの一定の距離感、政治的には中立であるというところが基本である、そのような考え方をされているとのことですが、この点からもう一つ質問をさせていただきます。広区コミュニティの会長を務めておられる方の一人が特定の政治家の後援会に50万円の寄付をされているという事実は把握されておりますでしょうか。条例の素案には市民公益活動から除外されるものとして政治上の主義を推進し支持し、またはこれに反対することを目的とする活動の規定に掲げる内容との整合性は取れているのかどうか、政治的に中立というところからは理解がしにくい部分です。この点について審議している条例の趣旨から問題はないのかどうか、また市長など政治家が寄付を受けることについても問題はないのかどうか、市としても見解をお伺いします。佐藤市民安全部長。はい、お答えをいたします。ご指摘を受け、そうした事実についての確認をいたしましたが、個人としての活動であれば、法令上、条例上、問題はないと考えております。また、市長が寄付を受けることにつきましても、同様に問題はないと考えております。木村議員。先ほどの答弁からもありますように、コミュニティや自治会というのは、政治的に中立であるということが、基本という趣旨からは、法令上、条例上というところはあるのかもしれませんが、倫理的な部分も含めて一定の線引きをした方がいいのではないかと思います。ちなみに一般職員であれば公正な職務の執行の確保及び倫理の保持に関する条例、いわゆる職員倫理条例において利害関係者から金銭の受ける行為は行ってはいけないとされております。この条例は一般職員が対象となるものではありますが、今後条例策定にあたり市長や政治家がこのような、コミュニティの会長から寄付をもらうようなことがあるのであれば、道義的な問題、倫理的な問題は出てくるのではないでしょうか。この点についても条例審議にあたりもう少しご議論いただければと思います。このように今審議されている条例にはまださまざまな問題や論点があると思います。私としましてはこのような条例の制定よりも千葉市のガバメント 2.0 の発想などは市民と行政の距離感を縮める手法として効果的だと考えております。ガバメント 2.0 の取り組みの一つを例として挙げますと、スマホのアプリで地域課題を通報するシステムがあります。具体的には公園や道路の破損、公共施設の不具合を写真で撮影し、またアプリで地図と連動して投稿する。そして今後は通報された不具合や課題を市民と行政が分担して解決をしていく。電話や手紙等の既存の手段も使いながらも、このようにスマホなどの ICT を活用した市民主体のまちづくりに進化させていき、より市民サービスを効率的に行い、より市民と市役所との距離を近づけることが可能になると取り組みを進めている千葉市の市長が表明されております。このような考え方も参考にされてはいかがでしょうか。佐藤市民安全部長。お示しの千葉市の例も承知をしており、参考にしたいと考えておりますが、本市としましては、市民自らが主体的にまちづくりに関わり、市民の声を市政に生かせる仕組みを定めるために、条例の策定が必要であると考えております。木村議員。この条例は今審議中のものではありますが、先ほど挙げたようないろいろな論点、課題があるのではないかと思います。
そもそもこの以前の条例案については、具体的な手法が掲げられていたにもかかわらず、理念条例はいらない、具体的な条例を作ると言いながら、以前の条例を参考にされているなど、本当に何のための条例を作るのかがわからない部分が多いです。審議会においても、条例がそもそもなんで必要なのかというところから考えていってもよいといった趣旨の発言もありました。何が問題で、何を解決するための条例なのか、その点がまだこう明確になっていないのではないでしょうか。私としましては、社会構造の変化や、財政状況の変化、また多様化、複雑化する社会のニーズに行政単体で応えていくのは厳しいと考えております。そんな中、地域や NPO などと共同しながら課題を解決していく、いわゆる新しい公共やパブリック・プライベート・パートナーシップという考え方は賛成をしております。一方で、今回も問題提起をさせていただきました、コミュニティや NPO との距離感や、政治的な中立といった部分も大事だと思いますので、条例を本当に策定するのであれば、その点もしっかりと十分に審議をしていただき、整理をしていただきますよう要望して、今回の質問は終わりにいたします。これにて木村亮太議員の質問を終結します。